じゃあ水中カメラを、あ、間違えた、うん、ライン来るなんて、うん、どうせ彼女、はい、はい、水中カメラをつけます、はい、はい、待って、今誰かだからそこスルーしてから始めたやん俺、なんで拾うんだよいちいち俺気づいてないから、パッとしんどいかんやんまあどうせね、俺はギャップで一番イケメンなんだろうから、コメントでよろしくお願いします。ギャップでって自分で言っちゃいけないからねギャップでって本当の勝利じゃないよね、本当の。ああ、だからもう実力で勝ち取れ。いい、何今の何今の早く行きたくてしょうがない、格好つけたんだけど。ああ、そうなの、うん、あり得ば勝ちがってことっていうこと。お前声もひどかったよ。なんで言ったかわかんないし。それはフットボールアワーの漫才を丸ほど。え、丸。なんで。アイス。アイス、アイス溶けちゃった。髪の毛がアイスだけど、ね、もういいよ。早くゆっくりアイス食べようよ。そうですね。まあやっていかないといけないななんてね。ああ、思ってますね。言ってるけどね。うん。いやまあね、そうだね。将来の夢とかあるんですか、ね、はいはい、将来の夢ですね。うん、ございますね。おお、教えてよ、ちょっと。はい、三つ葉さんですね。バカ野郎って。三つ葉ってなんだよ。三つ葉さんです。三つ葉って、誰だよ、三つ葉って。名古屋県民です。名古屋県民なの、はい、え、職業は何してるの。職業は、あの、パラレルワールドって。バカ野郎って、そんなやついねえよ。なんで三つ葉さんなんだよね。待って、やっぱダメだ。2回目じゃん、撃たれて。面白いんだよ、撃たれてくない、顔面が。いや、俺から見たのもおかしいけど、なんで幽霊がカメラ持ってるの。せーので拾うぞ、せーの。風吹くなよ、吹いたら終わり。頼むぞ、俺のコンタクト。あ、落ちた。落ちた、嘘。やった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 。え、やった。あー、落ちた。あー、え、無理だよね、これつけちゃダメだ。ダメだって。ブスがいる、ブスがいる、ブスがいた。ということで、今回のなんか受験生に送る動画、上京して頑張る人に送る動画第2弾ね、このシリーズ終わりましたけども、はい、前の動画の最後、なんでお母さんが死んだのかっていうオチをね、ちょっと腑に落ちない人がいたと思うんですよ。ただいま。あれはなんかお母さんが家にいてピンポンってなんか鳴るじゃないですか、曲が止まって。あれはゆうくんじゃなくて強盗だったんですよ。そのピンポンが鳴った後にゆうくんが歩いてるシーンがあるでしょ。その時にもうお母さん殺されてるわけです、うん、でお母さんと一緒にゆうくんが歌ってるシーンがあったのに、その次にはもうお母さんがいなくなってる。それは死んだからなんですよ。ずっと守ってあげたい、君のために歌おう。本当はゆうくんが帰ってきた時に血まみれの見知らぬ男とすれ違うシーンを撮ろうと思ったのに、この制服をね、弟が着てっちゃったと。芝生の弟が、先般は芝生の弟の友樹なわけです。直樹ね、直樹ね。まずあのオチを考えついたことが先般なんじゃないかな。めっちゃ面白いぞて。ということで、上京した人いたらこの動画見て頑張ってください。頑張ってください、はい、頑張ってください。終わりだ、ゆうべ終わりだ。クソ、何が鉄子だ、死ね、俺死ね。気持ちいい。解散！よっしゃー！